うめえか、うめえか、お茶うめえか、美味しかった。ありがとうございます。何の拍手これ、何の拍手、何何、あのパンツの時より盛り上がってない今の。はい、こんなこんなでですね、実はですね、アトレミミにはあのリフレッシュなんです。リフレッシュ工房アトレミミということで、知ってたでしょ。知らんかった。うそー、知らんわ。ちゃんとググって。あのですね、そうリフレッシュ工房で、あの私たちのメニューには耳かき専門店なんですけれども、他にもね、ハンドとかあとはフットとかのメニューがあります。それにですね、あのアロマオイルを使って、まあ、マッサージ的なものをしますね。そのオイルの中に私すごい気になるの見つけたんですよ。メリッサ、メリッサあるんです、それ実際に。あの来てもらったら、あのこういう表をね出されるんですけれども、その中には実は載ってない裏メニューがなんと20種類以上あります。なので、あの裏メニューお願いしますって言われ言ってもらって、何にしましょうかって、あのメイドさんに聞かれた時に何がありますかって聞いてください。もしくはメリッサ、違うわ、パンツがないわ。ちょっと真面目な話してんのに。そうなんですよ、メリッサと、あとはですね、あのフランキンセンスっていうのがラビのすごくおすすめなんですけれども、これに関するうんちくはまあお店で聞いてくださいということで、ね、ということはこの曲いきます。メリッサお願いします。We'll be right back.
だかんだメリッサ楽しいでしょこれあの実はメリッサメリッサあの、ね、楽しいの分かったから分かったからお話聞いてヘッドレスって言ったじゃんそうだねとりあえずただのそういう人は耳に来てちょっと耳の穴を掃除した方がいいと思いますはいはいありがとうございますですよねはい、20% 付近当たった人もねぜひ来てくださいね当たった人いますかいや僕違う ありがとうございます顔覚えたぞってはいというわけでですねあのラビ実は先ほども申しました当時ブログをやっておりますその名も不思議の国のラビリンス国だけが漢字ですあのこれでググってくれてもいいんですけどこんなもの覚えなくていいですなぜならばラビスペース真剣者でググれるもん覚えるでしょ真剣者とラビだけでいけるんですよあとねラビスペース山本正幸でもいけることが発覚しましたあのねあのオタクってあのかあのカタカナ3文字でオタクスペースラビでもいけます一番上に来ますこれねなんでかと思ったらオタクの伝道で書いてるからなんですよ決してラビがあの一番のオタクだからではないですよそこ謙遜しておきますからね、おい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 まあまあ謙遜ですよはいまあそんな感じであとはライブの告知などを少しさせていただきます実はですねあの2月の10日木曜日なんですけれども平日の8時からベロニカさんでサブカルドキュンというあのイベントにですね毎月出させてもらってますこちら12月ごめんなさい12月10日12月10日いいですかもう来週ですねはいありがとうございますありがとうございますあれちょっと声が小さい気がするけどまあみんな来てくれると信じてますなぜならばその時は山本正幸祭りをやるからですそんなことないよあのだから山本正幸っていう単語に少しでも反応した人はぜひ来てください来なきゃあ多分後悔すると思いますねなんとあってラビのテーマができたんですよありがとうございますそれが山本正幸先生に作曲してもらいましたね、びっくりしました最近運の使いすぎで死ぬかと思いますあとですね1月の30日来年の話になりますが1月の30日の土曜日もしかしたらじゃなくてやるんですけれどラビのライブが あります、まあ、ほとんどメインといっても過言ではない開けといてくださいお昼にやりますので、はい、ではまあ詳しくはねあのラビのブログでよろしくお願いいたします、うん、真剣者が山本正幸かオタクね